現在、うん、リーグワン第3位のマルセイユがどうやら本格オファーを出すんじゃないか<ー>ということになっていますめちゃめちゃいいじゃないですかそうなんですよね。はいはい、で、同じこの、いわゆる松木選手で、まあ、中盤の,その後ろめなところがメインキャラク、うん、メインの、ね、ポジションになりますけど、マルセイユで今、そこを務めてるの誰かっていうと、まあ、ベルトさんとあとロンジェさんっていう2人がやってらっしゃるんですが、とも、うんまあ、に荒さなんですよね、はなるほど要は。 はい、そ,うそうそうそう。やっぱヨーロッパすごいんだけど、あの、我々、長谷部誠という人間を見てるからちょっとわかんなくなるんですけど、大体 <laughs> はい、いいはやっぱ30くらいがこう、キャリアのピークにやっぱなるってところがあって、なるほど。そうなんです。だからベルット選手、ロンデル選手だったら、これからだからキャリアとか市場価値できると、まあ上がってはあまりいかないかなってところ多分あるんでしょうね。うはいはいはい。だその世代交代役としての適任ってことで、えー、右下でね、笑顔の選手いますけど、マッティックリューさんを狙ってると。そうそうなるほど。 うん、いう感じには、まあ。坂井さんもね、はい、長友さんもいたことがあるチームですからね。そうなんです、ね。はいはいはい。要は、あの、彼らの若手の時よりもやっぱ松木さんって市場価値もそうはし、こ世界にこの名をこう、とどろかせてるレベルとかも段違いだってところがあるので。へ<ー>だ今回のアンダー20次第でってのはもちろんあると思いますけど、はい、マルセイが狙ってくる可能性は全然あるんじゃないかなとは。見たいですね。マルセイユ・松木が、この中で言ったら一番見たいですね。そうですね。はい。